皆さんお元気ですか日本語がんばろうのあくばるです。インドネシア人です。インドネシアのジャカルタに住んでいます。今日は日本の食べ物についてお話をしたいと思います。よろしくお願いします。皆さんは日本の食べ物を食べたことがありますか 日本の食べ物で何が一番好きですか何が一番おいしいと思いますかお寿司ですかお刺身ですかそれとも牛丼ですか日本の食べ物はいろいろありますよね。私は日本の食べ物でお刺身と牛丼が一番好きですね。 お刺身で、鮭、サーモンのお刺身が一番好きです。お刺身は生肉です。生肉とは、過去されていない肉ということです。料理されていない肉ということです。日本人はみんなお刺身が好きです。子供から年上までお刺身が好きです。 お刺身もいろいろありますよね。例えば、マグロのお刺身とか、サバのお刺身とかです。それに、魚だけじゃなくて、他の肉のお刺身もありますよね。私が食べたことがある肉のお刺身は、鶏肉の刺身とか、馬刺し、馬肉の刺身とか、 ヤ焼肉のお刺身です。でもやっぱり魚のお刺身の方が好きです。それから2番目の好きな食べ物は牛丼ですね。牛丼は作り方がとても簡単だと思います。私はよく牛丼を作っていました。よく使った調味料は 焼肉タレと玉ねぎだけです。この2つの材料だけで美味しい牛丼を作ることができますよ。もっと美味しくしたいときはココナッツオイルを入れます。これは最強の牛丼になるしかないと思います。 はい。みなさん、以上です。今日はいろいろな日本の食べ物について話しましたね。サブスクライブとライクお願いします。また見てね。よろしくお願いします。